くら侵略阻止という目的があっても無理。でもそうするとますますイカの人が調子に乗ってしまう。誰か代わりに戦ってくれる人を探さなくては。よう、面白いことやってるらしいな。南風の親父、相変わらず目ざといっつうか耳ざといっつうか。よし、こうなったら勝負だ。何がこうなったらだよ。いや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 、ここんとこ妙に客足が鈍いなと思ってたら、オタクのアイドルのせいだって言うじゃないか。でそれ誰に聞いたんだ。気づかれてはいけない。なんとなくわかるがな。意地とプライドにかけて負けるわけにはいかんな。おっさんが歌うのかよ。いや、そうしたいのは山々だが、今回は後方支援で我慢してやる。根拠なく自信満々だな。ん、お、ニセイカのあゆみちゃんだ。やっぱり彼女が出るんだ。しかも被り物なしとは本気出してきたな。こんにちは。私はイカちゃんの圧勝に宇治金時100杯分かけるわ。僕もイカ姉ちゃんにジュース。俺は千鶴さんには悪いが、偽の人に焼きそばをかけるぜ。おいおい、お前ら。私は原平さんに5000点。古いよ。おう、これが日本での正式なブックメーカーの作法だと聞いたけど、どんだけ偏った知識なんだ。ルールは簡単だ。二人順番に歌い、どっちの拍手が大きいか、それで勝負だ。ああ、イカ娘、どうする？歌合戦だ、やるか？もちろんでげそ。相手に不足はない、なあ。はい。なんでまた被ってんだよ。これぞ、イカ娘改良型アイドルバージョンだ。私、キラキラアイドルのニセイカ娘、ニセイカ娘ちゃんって呼んでね。自分でニセイカ娘って言ってどうする。パパは IT 会社社長、ママはファッションデザイナー。恋人のマイクとは毎週日曜日、ペットのトイプードルショコラと一緒にデートするの。設定まであんのかよ。しかも微妙にセレブ風味。アイドルというのは男にモテればいいと思いがちだが、実は女性ファンの存在と応援がブレイクの鍵を握るのだ。ああ、おっさんのアイドル談義なんか聞きたくねえ。確かに男性受けするアイドルは女性に敬遠され、嫌いな女ランキングにマークされやすい。一方、女性から人気が出てきたアイドルは比較的息が長く、ドラマや舞台などに転身しても受け入れられやすい。セクシーであるということがもはや男性だけにアピールするものではなくなったのよ。ローティーンの女の子ですら優等生的で健康なだけのアイドルはつまらないと思ってしまう。こいつらうっぜ。しかも被り物ってアイドルつよりゆるキャラじゃねえか。勝負は決まったも同然でぎそ。お前もレベルの低い勝負で喜んでんじゃない。